はい、カネさん。みんな元気してますか？ご無沙汰しています。カネさんは、引っ越しをしました。すごくバタバタしていて、なかなかあげれなくてごめんなさい。I moved, listen to me. 今日は、小学校の PTC に行ってきました。学級活動ね。金曜日に行ってきました。I had a, balloon class in the, in the elementary school. スノーマン、ベリーズスノーマン作ってきました。150人分かな。で、生徒さんは100人ぐらいいたんだけど、これを今日作ってみたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。とても簡単です。全部でね、1、2、3、4、only 4 balloons を使います。じゃあ行ってみよう。じゃあ、10インチラウンドホワイト、丸い白い風船、これ大体まあ9から11インチぐらいはいいんだけど、あとね、これ、リンコールーン。カネさんは今回はリンコールーンを使いました。つながる風船ね、ここに変わった突起があるでしょ。これと、それと、269、これは Your favorite balloon, please use ね、使ってね、これをやってみます。で、カネさんは全部膨らましていきます、会場に。で、時間があましないから配ってね、作るんだけど、今日はまず10インチズバルーンを膨らませます。これをね、膨らませるので、大体このぐらいまで膨らむんだけど、これをこの形でしょ、ディスシェイプでしょ。これをね、こうやってやるとね、ライカラウンドね、球みたいになるでしょ、まん丸くなります。これを結びます。これと、あと、つながる風船。つながる風船は、これね、カネさん、ちょっと今回比べてみたんだけど、リンコールーンとね、クアラテックスのクイックリンクっていうのがあって、これとこれ、これ比べてみたのよ。そしたらね、ちょっとこっち、まあ、しっかり作ってあるから硬いんだけど、まん丸くなりにくかった、ちょっとだけ。こっちの方がまん丸くなりやすかったのね。ちょっと薄いんかな。だから今回はこっち側を使います。リンコールーンね。はい、これをね、結びます。しっかり近づけて結びましょう。プリーズタイ。とても簡単ですよ。これをもう用意していきます。用意していって、269も膨らませているんだけど、これ、はい、269のバルーンを出してくださいって。大体これ7.5センチぐらい残してください。3 about 3 inches left please。 これをね、まずとても簡単に作れるようにさらにしています。メイク、左手で、右利きの子は左手でこう持って、 Please hold, keeping and 引っ張って、 pull and two twisting。 これを1つ。 Next, one more round loop twist and finally これを、このクロスとセンター、センターに近づけて引っ張る、振る、こうやってやります。こうすると帽子のような形ができるでしょ。これにここを引っ張る、引っ張る、振る、巻きつけていきます。これでもついていくんです。だからやる工程っていうのは、もうこれ作ってあるから、これをまずみんなで一緒にゆっくりやって、あとは首輪じゃねえ、違う、マフラーね、これを作ります。首輪じゃないって。はい、いくよ。これをね、ここ、これね、ぎゅーっとこう締めてもいいんだけど、なんかちょっと首締めてるみたいだから、ちょっとふわっと巻きましょう。ふわっと巻きます。これ3回ぐらい回してください。もうこれだけ。これでもう届けないでしょう。これで出来上がりです。で、僕は油性ペンを用意していきます。一応ね、子供たちには、45リターズビニールの袋、ビニール、なんだ、ね、袋ってどういうの言うんだろう、ビニールボックスを持ってきてもらうのと、オイルベーストペンのブラックを子供に持ってきてもらうので、これ、でもカラフルなペンは僕が用意します。で、みんなでね、分けて使い合って書いていくの。じゃあ今日は、これさっき作ったでしょ。
これじゃないやつを書いてみたいと思います。そんなに時間かからないから、とてもね、これ自由だからね、自由にこの顔じゃないといけないってことは僕はしない、したくないかな。やっぱ子供たちが好きな顔を描いてくれると、すごくね、個性的なものを描いてくれます、子供たちは。それがとても楽しみだし、ああやってきてよかったなってすごく思うし、発見があるのね、すごくね、子供たちね。それがね、すごく楽しみです。だから PTC 大好きなんで、ぜひね、PTC バルーン、やってみたいという方がいらっしゃいましたら、広島の方、まあ近郊山口とか岩国は行けるので、ぜひねお声かけください。バルーン教室だけじゃないです。あれもあります。バルーンショー、大きい風船に入るショー、ツイスティングするショー、あと風船の枠ぐり&教室です。4本立てでやっています、今はね。で、次はね、これピンク、わしゃ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 にしました。イエロー、オイルドベストペン、うわ、高いな、いいよ。かわいい、かわいいよ。はい、できました。じゃーんっていう感じで、子供たちはすごくね、いろんなものを描いてくれます。これ雪の結晶を描いてる子がいた、目もすごく変わったものを描いたりとかするので、ぜひね、試してみてください。楽しいです、すごくね。スノーマンとても簡単だし、これからの季節、寒い季節ベストですよ。はい、またぜひぜひ子供たちに会いに行きたいと思います。とっても楽しかった。もうね、僕は子供と一緒に仕事がしたい。一番幸せな時間。生きててよかったなと思うね、やっぱね。はい、それではまた会いましょう。じゃあね、バイバイ、チャオ、こっちで行こう、バイバイ、See you again.